赤いサケをさばいて刺身にしていきます。イサキという名前がついていますが、ハタ科の魚になります。鱗取り機を使って鱗を取っていきます。鱗取り機を使う際は柄を長く持ってください。そうすればこの鋭い棘に刺さることもありません。そしてこのように斜めの角度で取っていきます。鱗が散る場合は水を少し流しながら取ってください。こうすると鱗は飛び散りにくくなります。頭の方も取ってください。鱗取り機では取りきれない細かい部分は包丁を使ってぬめりと一緒に取っていきます。このようにきれいに取ってください。エラの膜と付け根を切り、エラと内臓を取っていきます。まずはこのエラの膜だけ切ります。そしてこの付け根を切ります。また膜を切ります。そして腹を切り開いていきます。この膜を切って、エラの付け根を切ります。この元の方ですね。そして、この胃があるので分かりにくいですが、このエラの付け根を切ります。これは V の字にカットしてください。このようにカットすると、引っ張れば内臓が取れます。血合いに切れ目を入れてから水洗いしていきます。このようにきれいに洗い流してください。水分を拭き取ってからさばいていきます。腹の内側もよく拭いてください。胸びれと腹びれの部分で切り落とします。この斜めに入れてください。で、背骨を断ち切ります。裏も同様です。食べやすいようにカボト割りにしていきます。滑ると危ないので、こういったペーパーなどで包んでください。こうすると安定します。そして歯の真ん中に包丁を入れてください。裏も同様真ん中に入れてください。カブト焼きや粗煮にすると美味しいです。無駄なく使ってください。腹、背、背、腹の順番で包丁を入れていきます。最初は皮だけ切ってください。
次に奥まで入れ込みます。そして中骨まで入れてください。中骨の少し上ですね。裏も同様に最初は皮だけ、次に奥まで入れます。こちらも中骨の上まで入れてください。そして尾に包丁差し込み、逆に向けて腹骨を切り取ります。この際ですが、この上に、歯を下げてください。そうするときれいに切れます。逆さ包丁を入れてから腹骨を切り取っていきます。血合い骨を切り取っていきます。これで骨のない状態になりました。赤い鮭の皮は鮮やかで綺麗なので、ゆしも作りの刺身にしていきます。皮目だけに塩を振っていきます。軽くで良いです。皮が苦手という方は皮を引いてください。皮目だけに熱湯をかけて、ゆしも作りにしていきます。すぐに氷水で冷やしてください。引いた皮も同様に軽く塩をして、今度はバーナーで炙っていきます。粗熱が取れたら、すぐに氷水から引き上げてください。いつまでも浸しておくと水っぽくなってしまいます。よく水分を拭き取ってください。それでは切っていきます。まずは皮に薄く切り込みを入れます。
はい、これで赤いサキの刺身の出来上がりです。それでは赤いサキの刺身、アラの酒蒸し、日本酒の冷やで乾杯です。まずは酒蒸しからいただいてみます。味付けはシンプルに日本酒、水、昆布、塩だけで味付けしています。魚の旨味を味わいます。皮を引いた刺身からいただいています。油が浮きます。ゆしも作りにした刺身をいただいています。炙った皮をいただいてみます。赤いサキは初めてさばいて初めて食べてみましたが、イサキと根魚の中間のような味わいです。とても美味しい魚だと思います。ぜひ見かけたら試してみてください。